SF19 のデビュー戦となった開幕戦鈴鹿。レースは序盤から荒れた展開が続く。平川亮がスローパンクチャーに見舞われストップ。中島和樹は後続車両に接触されコースアウトしてしまう。首位の小林カムイはピットのタイミングを逃し後続との差を広げられずにいた。小林がタイヤ交換義務のためにピットに入るとニック・キャシディがトップに浮上。荒れた中にもキャシディの存在キラリ。今優勝のチェッカーフラッグ。2019年トムスに移籍したキャシディが開幕戦を勝利で飾った。第2戦オートポリス、驚異的な追い上げを見せたのは関口雄飛。スタートで4台をごぼう抜きすると13周目には首位の国本の背後に迫る。関口が前に出ました。出ました。驚異的な走りを見せた関口がトップチェッカー。関口は16番手からの大逆転で通算6勝目を挙げた。5番グリッドスタートの小林が猛プッシュを見せる。51周目にキャシディをかわすとセーフティーカー明けのリスタートでライバルに接近。さあここで外側から行きます。小林が優勝まであと一歩に迫る2位表彰台を獲得した。大雨の影響でセーフティーカースタートとなった第4戦は4周目にレースが開始された。レース終盤、2番手のルーキー坪井翔にニック・キャシディが襲いかかる。坪井とキャシディ、さあキャシディが前を伺う。坪井に懸命の防戦になっている。ラスト4分持ちこたえられるかどうか。キャシディの猛攻をしのぎ切った坪井は2位でチェッカー。スーパーフォーミュラデビュー4戦目にして初の表彰台を獲得した。8月の猛暑の中迎えた第5戦。予選2番手の平川亮がフロントローからスタート。平川は23周目にライバルを攻略しトップに浮上する。7番手スタートの小林は42周でピットインすると2番手でコースに復帰。その後方ではライバルとの攻防を制したキャシディが3番手にポジションアップ。レースはファイナルラップへ。チェッカーフラッグが今下りました。平川亮初優勝。平川亮は嬉しいスーパーフォーミュラ初優勝。トヨタ勢が表彰台を独占し、キャシディがランキングトップに浮上した。第6戦岡山、フロントローに並んだのは平川亮と山下健太。平川いいスタートを切りました。そして山下もいいスタートを切っている。11周目にピットインした山下はソフトタイヤでの追い上げを狙う。レースは終盤、キャシディが平川をかわしトップに浮上。レース残り10分を切ると平川がピットへ。アウトラップでコースアウトした平川は大きく順位を落としてしまう。平川に続いてピットに入ったキャシディは6番手でコースに復帰するが、さあ外から、あっといやいやロックしたか。クロス、うん、また左コーナー、その外から、おっとやった、スピン。ランキングトップのキャシディだったが
ポイント圏外まで順位を下げてしまう。前者がピット作業を終えた時点でトップに立ったのは山下健太、2番手は中島和樹。近藤監督が見守る中、山下はファイナルラップへ。山下健太、見事に初優勝。スーパーフォーミュラ初優勝を飾った山下はランキング4位に浮上。ニック・キャシディ、小林カムイとともにチャンピオンの可能性を残して最終戦へ臨む。チャンピオンが決まる最終戦、鈴鹿。ランキング2位のニック・キャシディは6番グリッド、ランキング4位の山下健太は11番グリッド、ランキング5位の小林カムイは16番グリッドから決戦を迎えた。そしていよいよレースがスタート。ソフトタイヤを選択したキャシディはスタートで一つポジションを上げる。2周目にライバルをもう1台かわすと、目の前には直接タイトルを争うライバル。ここしかないとソフトタイヤのキャシディがヘアピン、シケインのところでかわす。ちょうど1年前、ここ鈴鹿で悔しさを味わったキャシディ、逆転タイトルへ向けライバルとの差を広げていく。後続とのマージンを築いたキャシディは35周目にピットイン。完璧なピット作業をこなし2番手でコースに復帰した。このままの順位でいけばチャンピオンが決まるキャシディ、ステアリングを握る手にも力が入る。キャシディ自身忘れることができなかった1年前の悔しさ、タイトルに手が届きそうで見えていて逆転叶わなかった思いを今シーズンにぶつけてきました。そしてニック・キャシディ1年かけてリベンジ果たしてみせました。年間タイトル決定です。2位でチェッカーを受けたニック・キャシディ、スーパーフォーミュラ参戦3年目にして悲願の初タイトル獲得。I don't know what to say. My team are amazing. I've won every championship now with Toms in Japan. And that doesn't say everything about me, that says everything about them. They are a great group of people. They are like my family. And I'm just happy to be the guy that can repay them for that.2019スーパーフォーミュラチャンピオンに輝いたのはニック・キャシディ。バッテリーチームトムス、ニック・キャシディ選手。